はい、今日はウィンドトーマスをやっていきます。で、パワームーブで下から上に行く動きは難しいんですけど、その分すごい見栄えもいいので、早めにウィンドトーマスも習得していきましょう。では早速やっていきます。で、ウィンドトーマスは、感覚で覚えると難しい分いつまでたっても安定しないので、今日はできるだけ原理的に説明していこうと思います。ウィンドトーマスもしっかり前段階から理解していれば、勢いに頼らずともできるようになるので、いつでもどこでもウィンドトーマスができるようになります。では早速説明すると、1個前の動画で出した1のウィンドを習得すること、それから昔に1回動画で出した人型チェアからのトーマスを習得すること、この2つをちゃんと習得できていれば、勢いに頼らなくてもウィンドトーマスが安定してできるようになります。はい、で、まずウィンドから説明すると、詳しくは1個前の動画の1番のウィンドを見てほしいんですけど、普通のウィンドは上半身側に重心が乗っているので、トーマスに行く直前のウィンドはこのウィンドじゃなくて腰側に重心が乗っているウィンドに切り替えます。これが前回説明した1のウィンドになります。で、これはなぜかというと、ウィンドが上手くなるとどんどん上半身側に体重が乗ってきて、下半身が高いウィンドミルになってくるんですけど、そのウィンドミルからそのままトーマスに行こうとすると、下半身が高いところからトーマスを出すことになるので、もともと高いところから出そうとするとトーマスの瞬間にはもうすでに腰がそのまま落ちてしまいます。ウィンドトーマスが上手くなってスピードがついてきたらこれでもいけるんですけど、最初この下半身がウィンドの状態で上がったまま、さらにトーマスで腰を上げる、この下半身をずっと上にキープするのはすごい難しいので、ウィンドで一回腰を下げてから、そこからトーマスの時に上に上げる、これが大事になってきます。なので、ウィンドからトーマスに行きたい時はトーマスの1個前のウィンドで腰をあえて低くするウィンドに切り替えてからトーマスに行きます。しかもこの1の低いウィンドは下半身の時にそのまま人型チェアに取りに行くので、人型チェアに入れるとそのまま人型チェアトーマスに切り替えることができます。ゆっくりやると、この低いウィンドからそのまま、この段階ではウィンドトーマスではなくて1の低いウィンドと、それから人型チェアトーマスをやっているだけなので、勢いも何も使っていないので、すごい理解しやすいし、むしろこっちの方がやりやすいと思います。この時に一つだけ注意することが、さっきも言いましたが、このしっかりと1個前のウィンドでこの腰を下げる、そこからチェアに行く時にここで下半身をいつものウィンドのように上げないこと、ここでしっかりと取りに行ったらそのまま下半身は下げておいて大丈夫です。あえて下げることでその後のトーマスが行きやすくなります。人型チェアトーマスも腰が上がっていると落ちてしまうので、しっかり人型チェアの時に腰を下げておきながら、前に出しながら腰を上に上げていくので、しっかりとそのウィンドとトーマスの間のつなぎ目の時は下半身をあえて低く保っておきます。で、人型チェアトーマスについては前のこの動画でしっかり説明しているので、まだ人型チェアトーマスができない人は、ウィンドトーマスのためにもしっかりと人型チェアからトーマスをできるようにしてください。最悪人型チェアから一周トーマスができればウィンドトーマスはできます。で、このウィンドトーマスの時にトーマスで意識することが、まずここのトーマスの時に腰を上に上げすぎない、腰を上に上げてしまうとその分下に落ちてしまうので、どちらかというと腰は地面すれすれで、地面すれすれを通して前に出していく、で後ろに向けて腰を上げていくように意識します。
前で上げすぎると落ちるので地面すれすれを通して後ろに向けて高くしていけばしっかりと高さは見えると思います。でこの時に腰は地面すれすれなんですけど、トーマスを大きく見せるために腰を前に出した時に3箇所足で蹴るように意識します。まず最初のこの辺と、それから次に自分の右耳、それから最後にここ、この腰が低い分足は遠くから大きく振ってきて遠くから大きく寄せてくる。これができればすごい大きく、しかも足で勢いも作れるウィンドトーマスになります。あとは今言ったことを意識してひたすらウィンドトーマスをやり込んでください。パワームーブの練習において大事なことはスピードや勢いではなくて、一つ一つ意識して焦らずに練習することです。これが慣れてきて感覚が身についてくれば徐々にスピードも出てきて、遠心力がついてくるので、遠心力がついてくるとさっきまで言った一つ一つの、細かい作業はいらなくなってくるので、その場合に、さっきのウィンドの切り替えや人形チェア、それから下半身を上げすぎないなどのことが、多少意識できなくても遠心力で、回せるようになってきます。なのでまずは一つ一つ意識して焦らずに練習してください。ウィンドトーマスが使いこなせればパワームーバーとして一つレベルが上がってくると思うので、頑張って早めに習得していきましょう。スマホに入ってる方、俺らに動画を送って、自分たちは今オンライン部活をやっているので僕たちと一緒に上手くなりましょう。